今から内転筋、内もものストレッチの方法をお伝えさせていただきます。まず足を肩幅よりも広めに取っていただいて、つま先はやや外側に向けます。伸ばしたい方がこちら側の場合は、こちらの手を股関節の外側に置いていただきまして、伸ばしたい方の股関節を中心にくの字に体を曲げていきます。そうすることによって内ももが伸びるのを感じると思います。体は前に倒したり後ろに倒したりしすぎず、ちょっとだけ前に倒すような、かつ横に倒す動きをすると内ももがしっかり伸びてきます。この時膝は絶対に曲げないようにしてみてください。体も変に曲げたりしないで、まっすぐまっすぐくの字になるように行ってみてください。反対側もやっていきます。こちらの股関節を中心にくの字に曲げていくと内ももが伸びてきます。この位置で15秒から20秒キープしていただいて、15秒20秒終わりましたら一度緩めていただいて、また同じように繰り返していく。これを右と左両方とも行ってみてください。さらに外側に向けたつま先をまっすぐ前に向けていただいて、同じようにくの字の姿勢をとると、ちょっと伸びる場所が変わってきますので、こちらも同じように15秒から20秒を2、3セットやっていただけると、より内転筋がしっかりストレッチされると思います。以上が内転筋、内もものストレッチの方法になります。